丹波国分寺。丹波国分寺は、京都府亀岡市千歳町国分にある浄土宗の寺院。三号は五国山。本尊は薬師如来。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に建立された国分寺のうち丹波国国部総寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院と共に、古代寺院跡である丹波国分寺跡、国の史跡、 丹波国部天寺、史跡指定なしについても解説する。創建は不詳。出土河原から、実際の創建は、奈良時代末期とみられている。国分寺の付近は古代丹波国の中心地で、現在も丹波国一宮の出雲大宮宮や、千歳車塚古墳などが残る。演技式主税上では、丹波国の国分寺領として、 稲4万束が当てられた旨が記載されている。発掘調査からは、平安時代末期頃の再建が認められるほか、平安時代後期の薬師如来座像が本尊として伝わっているが、文献上ではその後の経緯は明らかでない。次伝では、戦国時代に明智光秀の陛下により消失したため、安永3年1774年に森伊佐によって、 現本堂が再建されたという。ただし、国分寺には、元禄十四年、千七百一年名の兄口が伝わることから、それ以前には復興されていたと考えられている。現在は、亀岡市の千年寺により管理されている。現在の本堂、首郎、三門は、安永三年、千七百七十四年の建立。いずれも亀岡市指定文化財に指定されている。 また境内には次の名木がある。掃除後の地域は二丁四方、約218メートル四方。昭和57年、1982年に始まる発掘調査により、近藤、塔、七十塔、中門、僧帽、主郎等の遺構や、陳述者の八幡田神社とみられる遺構が認められている。西に近藤、東に塔を廃した、後期寺式柄配置である。 これらを取り囲み回廊が巡らされた。ただし回廊は南面のみで、他三面は築地の可能性が指される。主な意向は次の通り。なお、付近のあ子神社、亀岡市千歳町国分には、境内社に、八幡宮神社があるが、同神社は、天保六年、1835年に、国分寺陳述社を先座したものと伝える。また、亀岡市の倉柿内遺跡。 倉が地遺跡では、シーンと見られる遺構が見つかっている。アマデラ跡は、国分寺の西約450メートルにある、河原林町河原の尻のお商人林廃寺跡に、否定される。宗寺とは、古代の山陰道を挟んで一致し、地域の南源は、宗寺跡と同じ上履線上にある。史跡整備等はされておらず、現在は説明版が残る程度である。 地域は一丁半四方、約165メートル四方。佳蘭は、南大門、中門、近道、高道が、南北一直線上に並ぶ東、大地式佳蘭配置である。主な意向は次の通り。この五小人林配置跡からは、国分寺跡と同じ文様の瓦が出土したほか、奈良時代から平安時代にかけての土器類が出土している。 所在地、関連施設、交通アクセス、国分寺まで楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。